いや、皆さん元気されてますか？うさぎでございます。ということで、今回も動画撮っていこうかなというふうに思っておりますが、ミンツク党の、ね、代表権争いの関係で、まあ、ヨロズの方がですね、記事出してるんですけど、ツイッターではですね、連日ですね、まあ、結構ユースフェスティバルの関係だったりとか、破産岩山人がつけてるのに、まあ、大津さん自身のですね、発言だったりとかっていうのが、まあ、物議を呼んでるということについて言及していこうかなというふうに思っております。ということで、読んでいきましょうか。ミンツク党代表権争い、大津彩香さんが勝訴ということで、裁判所が示した焦点に関して、やめる発言は有効性があったということですね。はい、じゃあ読んでいきましょうか。みんなで作ると政治家女子48と代表権争いをめぐって、斉藤健一郎さんと大津彩香さんが相手取り代表権変更に称する書面のですね、作成交付などの登記を求めた、まあなんか訴訟の判決、東京地裁21日ですね、斉藤さんの請求を棄却と。で、前党首の政治団体から政治団体ですね、NHK から国民を守る党ですね、立花孝志さんはですね、2023年の3月の29ですね、政治党が開いたですね、緊急記者会見の関係で、大津さんが辞めると、代表権騒動に関する辞任をね、発言したことを主張と。代表権訴訟に関しては、大津彩香さんの発言に関しては有効性が焦点となっていたと。で、判決に関してはですね、笹本さんっていうね、裁判長がいたらしいんですけれども、その方がですね、大津さんの代表権がない当初のね、続ける代わりに月100万円の給与を支払う提案を立花さんから受けた際、提案の内容を書面で、発言、というかしておきたいということを発言していることを指摘と。当該書面の作成もなくですね、無条件で代表権、まあ、代表をですね、辞任させるっていう意思表示を示したということをね、認めることはできないと示しました。またですね、大津さんに関しては、解任した2023年の4月6日ですね、党役員会に関してね、役員の半数っていうのが、その招集を可否、まあ、いわばその、役員として、その NHK から国民を守る党の党役員として、役員数の半数を、いわばちょっと書いてる状態で、党規約の中の、その、役員会決議の関係で、党首を解任できないということを説明されて、だから役員がもう、いなかったじゃん、ということを言ってるんですね。で、斉藤さんを代表と選んだ同年ですね、5月10日の闘争会に関しても、党首の解任手続きについての規定に関しても欠けているということをね、断じていました。だから適切にね、党内規約に基づいた党役員会を招集していなかったんではないかということを判事の方がですね、指摘されてるらしいんですね。で、これも、先日ですね、先日の、党役員会に関してないわ、記者会見か、記者会見の関係ですね、その時に村岡弁護士も、きちんと検討されてたということの発言されてたので、僕も一応 NHK のね、判例に関してもいろいろと見て、見させていただいてたんですけど、詳細に、検討されてたという感じでしたね。特に、連立を組んでやってると、特に裁判長だけでね、本件の関係の事件についてを、検討してるわけではなく、3人の裁判官がですね、まあ、合同体で、判決の一文をですね、構成してたっていう意味では、まあ、真っ当な判決が出たのかなというふうに思ってしまいますね、そういう意味ではね。で、当初控訴しないとしていた立花さんに関しては、党の破産がですね、まあ、広告しているためにですね、万が一覆る可能性がありますよと。影響が出るのは債権者であり、控訴するしかないか、と言われたらですね、する方向で動いていくと。まあ、そっちの方がね、債権者の方々は、なんていうのかな、まあ、いいですよね。代表権訴訟に関して控訴した方が、債権者の人たちからすればすごくありがたいですよね。で、債権者が控訴しろという話ならば、そっちの 方でね、優先すべきということで一点、控訴する意向をね、示されておりました。で、会見に同席した NHK から国民を守ると丸山穂高さんですね。向こうも広告しているので、法的に対応するためには控訴する。それだけの理由ですよ、ということを説明。斉藤さんに関してもですね、党が約11億円の負債を抱え、まあ、破産したことを踏まえてですね、意思を持って借金を背負い返していくんだという意思も、にも取れると。で、まあ、大津さんに関してはですね、債権者の方々にしっかり向き合ってね、話してほしいと言ってるんですけど、まあ、この前の話でもそうなんですが、立花さん自身がですね、連絡してもですね、電話が繋がらないとかっていう風になっちゃって、債権者の人たちも債権者名簿がないから、なんか確認が取れないんですみたいなことをね、なんか大津さんが、なんか、なんだったっけ、説明、破産の説明会かなんちゃらかんちゃらでやってたんですけど、それこそね、なんていうのかな、電話取れよって話じゃないですか。取って、そして、立花さんに確認を取って、ね、その債権者の個人情報をその債権者の方に確認取って、連絡すればですね、まあ、いくらでもね、対応取れるはずなんですけど、そういうこともね、全然できてない状況下で、大津さん債権者の保護全然考えてないよね、と。それは破産の審理も通るでしょっていうふうに僕は思ってしまったんですけどね。そういうのもいろいろとあるということでございます。はい。ね、意思も取れると。向き合ってほしいですね、本当にね。向き合う気あるのかなっていうふうに毎回思ってしまうんですけども。
はい、じゃあその次ですね、立花さんに関しては新たなね、国政政党を作るべくですね、来年夏のですね、参議院選挙後にはですね、国政政党として返り咲くということで、政治団体 NHK から国民を守る党は、2024年のね、参議院選政党要件を満たすため、まあ満たすことをですね、強調と。大津さんに関してはね、在庫一緒処分としたということで、大津さんありがとう、本当に負け惜しめではなくそう思ってるんですということで、笑顔を向けておられました。いや、それはその通りですね。なんやかんやって今回の代表権訴訟の関係で、NHK から国民を守る党のね、支持者の方々が、だんだんと離れていくっていうね、アンチの方々いたんですけれども、そんなことないと僕は思っております。代表権訴訟のことによってですね、改めて、今回ね、浮き彫りになったのは、債権者の関係、破産の信心が通ってるから、大津さんが政党助成金だったりとか、その他諸々のお金をね、使わないで済む。もっと言うと、債権者の人たちの負債ですよね。債務をきちんと大津さんが返していかなければならないっていうのは、もう明確に答えが出てるので。だからまあ簡単な政治活動っていうのも、まあ大津さん自身がですね、自分のお金だったりとか、その他党員の人たちから、なんか資材を投げ打ってですね、政治活動していかなきゃいけないっていうのが、もう公として認められちゃってるわけですからね、司法として認められてるわけですから、まあ安心して支持者の人たちはですね、NHK 党をですね、応援することができるということになりました。はい。一方、大津さんに関してはですね、立花さん、斉藤さんは、これまでですね、一審敗訴の場合は控訴しないという意思表示をね、まあ、意向に関しては表明しておりましたので、この判決をもってですね、本党の代表権争いに関する内容に関しては、終止符が打たれているものと期待しておりますということで、こう声明を上げておりました。代理人弁護士のですね、豊田健二さんに関してもね、妥当というか、まあね、まあ普通の判決ですよと、負ける可能性がないと思っておりましたということでコメントしてたんですけど、結局豊田弁護士さ、破産の信心通ってますからね。どうするんですかね。党として今回契約したのか、それとも大津彩さんとして、大津彩個人としてですね、今回契約したのか、どっちかによってはですね、あなたの、代表権訴訟だったりとか、その他諸々に関して、そう、名誉権侵害のなんか損害賠償とかの裁判もね、大津さん提訴されてるわけじゃないですか。名誉権じゃないわ。名誉毀損か。名誉毀損の裁判だったりとか、そもそもポスター裁判の関係で判決も控訴するとかわけわからんこと言ってますよね。ポスター裁判どうすんの。いや、だから、まだ代表権訴訟に関して終わっただけであって、これ控訴されたらまだ続きますし、で、もっと言いますよ。まあ、支持者の方々にも言いたいし、もっと言うと、なんだっけ、あっちの人たち、みんなで作る党の支持者の方々にもね、言いたいことがあるんですけど、まだまだ終わってないですからね。今回も立花さんのと村岡弁護士に関しては、控訴した方が債権者の気持ちをね、汲み取ることができるっていう風に判断したから、控訴すると思います。で、控訴で覆ってしまったら、それこそね、問題があると思うし、ね、破産の信心に関しては、もうこれ即時抗告が認められるかどうかっていう話にもなってくると思うので、まあ、そこのタイミングとかっていうのを見計らってやってるということはもう明確にね、事実だと思いますので、まだまだ終止符はね、今回の判決が一つのね、まあ第一幕っていうか、第一章が終わっただけであって、まあまだまだね、第二章、第三章とね、続いていくのかなと。まあそれこそ今年一年は、まあ立花さんね、やらなきゃいけないことを山積みだと思います。ね、で、大津彩さんに関しても やることがね、山積みだということなので、僕はもう、ずっと言っておりますが、NHK 党内部に関してはですね、きちんと示談して、大津さんが代表権をね、譲った方が、利益になりますよと。ね、破産の信心に関しても、もう11億のね、債務が残ってる状況下で、どうやって政治活動するんだと。それも破産の信心通ってますからね。だからもう党に関するね、財産とかその他もろもろ使用することが言及されてるわけ。まあ言われてるわけですから。まあそれはちょっともろもろね、問題が残ってるよねと。で、立花さんに関しても、まあ今回の破産の信心に関してですね、なんか問題点がね、いろいろとあるということはもう明確に事実なので、まあ骨を切らせてに、なんていうのかな、なんか肉を切らせて骨を断つじゃないですけど、両者ですね、まあなんていうのかな、ある程度の被害に遭ってるという状況なのは明確に答えが出てるかなというふうに思っております。まあこれがですね、どういうふうになっていくのかわかりませんが、だけれども、支持者の面とかね、特に民意というね、そこの点においてはですね、立花さんの方が僕は一定のね、プラスのものが存在してるっていうのは明確に答えが出てますから、次国政政党になるためのですね、準備だったりとかその他もろもろすればですね、立花さんは国政政党にね、また返り咲くことができるんではないかというふうに思ってしまう限りでございます。ただ、まあなんか大津さんって、なんか今回の件でね、多くの人たちに注目されてるとかって言ってますけど、テレビ出てないですからね。何やかんや言うて、立花さん出てるからね。党首討論出るのかなみんなで作る。あ、でも出ないか。破産の信心取ったもんね。あ、出るのかなどうなんだろう。まあまあ、出たとしても、どうなんだろうなって思ってしまいますけどね。果たして、票を獲得することができるのかって話になるし。まあでも、みんなで作る党と翼の党が、この前ね、僕言ったんですよね。なんだっけ、翼の党と、
みんなで作る党が、なんかある程度協力するんじゃないかみたいな感じで言ってたんですけど、そんなことないっぽいですね。やっぱ黒川さんは、ある程度、なんていうのかな、そこら辺の配慮っていうか、自分たちのこと考えれるタイプの人たちが多いんだなっていうふうに思いました。はい。ね、ということで、チョコさんがね、こんな感じで言われております。雨で行かないことになったので、どなたか偵察してくださいということで、大津彩香さん、13時半からということでね、ユースフェスティバルだったねということで、8さんだったかな ?8 さんだったかな忘れちゃったけど、何かしら等の方です。今まで対話をね、拒絶し続けた奴がですね、なんということで、この結果ね、信用できないから所属議員がいなくなったんですよと、今はですね、議員でもないあなた一人の交付金を入らなくなった中ですね、債務が11億だけ残って頑張ってくださいということで、ユースフェスティバルのね、会場だったりとかブースだったりとかっていうことをいろいろと言われておりました。マッカランさんですね、大津さんですね、党が破産していることを尻目にですね、金沢公園のイベントにテンションが上がっている模様ということで、安定の異常性ですね、ということで、顔写真が圧が強いため自粛ということで、まあ、多分入らなかったんじゃないかなと思ってるんですけどね。遠足前の子供みたいで寝られないということで、関西人の方もこの件については知らなかったということで言及もらっておりますので、皆様ぜひね、みんなで作る党のね、財産の使われている旗だったりとか、マイクだったりとかっていうのが、どこにね、使用されているのか、イベントブースがどういう風にね、使われているのか、費用に関してはどこから出ているのかっていうのをね、調べていただければいいかなという風に思っております。はい。週刊イカちゃんですね。秘宝大津彩香代表のね、ミンツクとウィキペディアが更新され、地方、地区、町村のですね、議員がゼロとなるということで、これでですね、国会議員ゼロ、地方議員ゼロ、政党交付金ゼロ円、そして借金が11億円となってるということで、ね。これが国政制度かよ、ほんとに。マジかと思ってしまいますけどね。まあ、国政制度ではもうなくなっちゃったんですけどね。うん。いや、すごいですね。政治団体としてということでね、画面に出ておりますが、すごいですね。国会議員ゼロ、地方議員ゼロ、政党交付金ゼロということでね、借金が11億マイナス11億ということで。すごいね。面白いよね。ね。はい。じゃあその次でございます。大津さん、さすがに無理がありますよ。嘘つきだと思われますよ。ということで、小木津さんが、いろいろと言われてたということでございます。民筑党のね、債権者説明会の関係ですね。はい。まあ、意見がいろいろと分かれておりますね。なんか代表権に関しては、大津さんが乗っ取られたんだとかって言ってるかもしれないけど、結局、なんていうのかな、僕は痛み分けで終わったのかなっていう、第一章に関してはね、第一章に関しては痛み分けで終わったのかなというふうに思ってしまいます。まあ、晴れてね、今回、まあ、大津さんは、私たち NHK 党のね、支持者の方々、およびですね、立花隆さんに対してですね、損害を与えることができたということは、まあ、明確としてね、客観的に見たら、まあ、その通りだなというふうに思いますね。だけれども、少なくとも自分もですね、なんていうのかな、ダメージを食らってるっていうのは事実でございまして、裁判費用だったりとかですね、トヨタ弁護士の裁判費用ですね、特に今回の民事訴訟の関係、立花さん側が控訴したらですね、まあ、その資材とかその他もろもろ全部使わなきゃいけないし、どれくらい貯金があるのかも全然全く分かってない状況下で、まあ、なんていうのかな、大丈夫かなっていうのは思ってしまいますね。はい。で、ちょっとね、これ一つ皆さん支持者の、NHK 党のね、支持者の方々に言いたいことが一個あって、立花さんもしかしたら選挙出るかもしれないよね。出ないかな?心配なんですね。そこが心配なんですよね。浜田さん通さないといけないっていう、浜田さんね、少なくとも多分ね、NHK から国民を守る党としてね、出てくると思うんだけど、今回さ、代表権に関してはさ、政治団体変わっちゃったじゃん。わかる?なんか国政政党としての立場っていうのを、まあ今回立花さんはなくしちゃったわけじゃないですか。で、まあその検察だったりとか公務員の方々にね、僕はちょっとこの判断わからないんだけれども、少なくとも国政政党政治家女子48とみんなで作る党を主体としてですね、やってきたことだったんですよね。生活保護の方々のね、保護だったりとかその他もろもろ。わかります?皆さん。なんとなくわかった?立花さんもう一回出てきてもおかしくないなと思ったんですよ。ただ、これって、なんかちょっと結構グレーゾーンじゃないかなと思っちゃったんですよね。NHK が国民を守る党は政治団体としてなったんだけど、その生活保護の方々に家電製品を送ったりとかしてて、選挙として立候補しちゃったら、結局それがなんかその、なんだったっけ?あれとかにね、なんだったっけ?まあ、いわば票を買ってるっていう風に思われても仕方ないと。だけど、今回の代表権裁判で、みんなで作る党になっちゃったじゃないですか。だから、立花さん出てもおかしくないなと思ったんですよ。ただ、それが検察、東京地検特捜部が、いや、これは類似性が存在してるんだっていうことで、なんか生活保護の方々がどうたらこうたらとかっていう話になってしまうかもしれないというふうに思ってしまったんですよね。だから、どういうふうになっていくかわからないんだけど、少なくとも立花隆さんが出てきてもおかしくない状況にはなった。箱物は変わったわけですからね。ね、だから、なんていうのかな、今まで自分たちが行ってた会社が乗っ取られて、別の会社で、
ゼロからスタートさせたときに、立花さんの、その、なんていうのかな、やってきたことっていうのもゼロになるのか、それとも付随してね、なっていくのかっていうのは明確に答えが出てないわけじゃないですか。だけど、今回の件に関しては、立花さんが出ても、おかしくないというか、全くゼロになっちゃった。政党としてやってきたことっていうのが、もうみんなで作る党の方に全部押し付けることができるようになっちゃったから、立花さんが出てもおかしくないよなと。ただ、ちょっとグレーなんですよね。そこに関してはね。だから、検察の見解とかっていうのもちょっと聞きたいなっていうふうに思ってしまいました。はい。だから、2025年、立花さんが出るかもしれないよねと。そこはちょっと期待が込められましたね。はい。ということで以上です。面白いと思いました。チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。以上です。